前がもう不要まで来て不要お長くなってきた。あごめんなさい。崩れたね。超楽しそうな感じになったよ。じゃあ最後にここに使おう。行ってこようかな、とりあえず。なんか、え、まだあんの？まだあんねん。すごいすごい。知り合いの子が、の知り合いがやってる方とか、めっちゃわかる。さすがやな、ママ。デイニーっていう勉強グループの、今やめた金谷渡るっていう、ギターのやつなので、それの彼女が、もえちゃんってダンサーに。なんか楽しい。前にモスクワでやった時は映像作家さんとやって。半透明です。外から強い光が当たってるから中に彫刻があるように全然見えなくて、まあ、そういうのも良かったんです。お客さんこっちから入って中にも入れるんだ。入れるすごい。面白いね。私はこれの上に乗るっていう作品を作る。乗る人は？乗れちゃう。それと同じ素材だったらちょっと乗れないんだけども、まあ素材を変えて、まあまあ、空気厚さをちょっと利用して、ね。防衛ペインティングやってたね。ああやってたね、結婚式の時に。それもありですか。ああなるほど。それの実験どうなってる。ちょうど今千鶴さんがやってます直すんですよ。OHP で。OHP で借りちゃう。今日入るつもりやけどやっぱり外から。秘密を入れ込む自分で。あ、でかい。チープやな。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。コンテンポラリーダンサーの名目は今全くないけど、多分めっちゃ楽しんでると思う。